昨日、岡山県早島町が開いた人権啓発シンポジウムで、劇作家の平田織田さんが講演しました。新しい広場を作るというテーマで、異文化コミュニケーションや多文化共生社会について話しました。日本はこれからもう一回高度経済成長をするわけではないですよね。やっぱりどうしても痛みを分かち合っていかなきゃいけない。その時にリーダーが社会的弱者の痛みを、言葉にできない痛みを切り捨てていってしまったら、これ社会が大きな断絶を生むことになります。またパネルディスカッションでは、高齢者介護に演劇の手法を取り入れる菅原直樹さんや、生活介護事業所を運営する中野敦さんらが登壇しました。人権を大切にする社会を作るため、障害のある人にとっての過ごしやすい街について議論を深めました。